どうも北沢です。今回はフェアリーステークスの傾向と対策過去10年分のデータ分析をしていきます非常に荒れるレースとしてあ荒頭ご用達のレースかと思いますのでちょっと見ていきましょう競馬ナビゲーターそれではまずいつも通り人気ステップの傾向からまず1番人気から3番人気が低調なんと全て復勝率40%ということで仲良く、えー、数字になってますただ ままあまあ50%切っているので人気にしては低いんですけど一方でこの1から3番人気6勝上げているのでまあそのね一か八かというところですけども、まあ、単勝はやはり重視しつつ軸選びには慎重になりたいところですねそして未処理組が強い過去10年中なんと8年で1頭は前走未処理組が来ていますのであまり角とかその辺りはこだわらなくてもいいかなと思います そして前走一勝クラス組は前走の人気に注目もちろん500万、まあ、9500万下ということであの当然未処理新売よは格上ということに思うんですけども、まあ、なかなか面白いデータがあって前走1から3番人気に支持されている馬は0346というところで非常に副勝率50%超えというところを考えると前走の人気に注目する手もあるかなと思います。 では続いてキャリアその他の傾向まず前走1着場に注目、まあ、これはクラス関係ない話なんですけど外当は復帰勝率約24%というところで、まあ、約4分の1で3着に来るというところは、まあ、ちょっと注目点ですねそして左回りで2着から5着がある、まあ、4走前までにという条件付きなんですけど外藤、まあ、は過去10年中8年で連帯 でここに関しては、まあ、人気棋も含まれていて、注目に値たりしますね。な、ま、ん、あ、でかなと考えたときに、まあ、左回り、まあ、時期的にローテーションを考えても、まあ、東京というところが多くなるんですけど、まあ、東京で勝ち切ると、それはそれで今度、右回りの中山での適性どうなのかなという部分があって、おそらく、まあ、この2着から5着、東京、左回りでちょい足りずだった馬が、結果的に中山で適性を発揮するのかななんて推測しておりますが、 まあ参考までにこんなデータもあります。そして関東馬が優勢。過去10年の3着にいれば30頭中、実に25頭が関東馬です。だいたい上級レベルになればなるほど関西馬に圧倒されておりますけれども、ちょっとね、このレースにだけは関東の馬が優勢というところで覚えておきたいところですね。まあ、続いて枠順ごとの成績。 ご覧のように、まあ、そこまで枠順による良い振り不利はないレースになっています。シュートあげれば6枠が2着が1回、あとはもうすべて19回、着が4着以下、えー、というところになってくるので、えー、まあそのあたりでですね、まあそうですね、この6枠なぜかなと考えたときにやっぱり7枠8枠が外の振りを受けたくないというところでガーッと内に切れ込んできて、 挟ままれれてととといいうううころににななるのかなというふうに思ったりもします、まあ、それが同じような理由で5枠もそうなのかなと10%復唱率でそれを考えると、まあ、非常に内枠有利という話この中山芝戦6昔からあったんですけれども実は実はこのレースンに関しては7枠が一番いい数値となっているのでちょっとその、まあたり次のページで詳しく話していきますでコース紹介中山芝 1600m スタート、ちょっとね、この絵はあの、スタート位置かなり上の方になってますけど、実際はもっと下のゴールの G のマークの本当に左、真横、まあ、左ぐらいの端っこの方ですね。で、スタート後から2コーナーまで緩やかにカーブがずっと続くために、もう昔から中山芝線路は内枠有利、外枠圧倒的不利と長らく言われてきました。ただ、実は近年の成績だけを見てみると、1枠はさほど数値が良くなく、 全体で見ても7枠の成績がかなり高いんですね。というところで、えー、そんな最新データはそうなっているんですけど、まあ、未だに内枠圧倒的有利、外枠杭いというところで、大津の偏りとかが出たりしていて、そのあたりで、えー、ま妙、あ、味があるっちゃある不思議なコースですね。当レースに関しても、さっき話した通り、過去10年全てフルゲートで行われていながら、16となって行われていながら、 7枠の成績、まあ、副賞率、三着年率が一番いいという点については、まあ、非常に興味深いですし、注意していきたいところだなと思っていますで。ラップの特徴、過去10年、前半の入り、サンハロン 600m が35秒3、そして後半、上がり、サンハロンが平均35秒8というところで、0.5秒の前傾ラップになっています。 1000m 通過平均は59秒1というところではまずまず流れてるなと思います。正月開催で3歳牝馬限定のところで踏まえてみると、まあ、まずまずですね。昨年こそスローだったんですが基本は流れるレースです。まあ、昨年フィリアプーラーがズバッと切れ味で差し切ったんですけど基本的にはもう少し流れていくレース。ただ圧倒的に先行有利というのが特徴ですね。4コーナーで5番手以内にできれば痛いレース。 まあ7、8番手ぐらいでギリギリ差し込んでこれるかなという感じなんですけどまずは単勝を買うんであればやっぱり前目にいる馬そこから買いたいなと思いますは決闘データ、まあ、勝利数最多というところでいつも2勝以上しているしぼばの中から出していきますが今回過去10年全て違うしぼばなので特にいません馬券圏内という意味で言ったらまあもちろんサンデーサイエンス系になってしまうんですけども まあえーまあ、例えば大体の重傷芝の重傷だとディープが2勝以上してたりするんですがこの人に関してはそういうのがないですね幼稚アナケットとしてはサドラーズベルズ系、まあ、結局ノーザンダンサー系ですけど大系統としては振り、えー、場のタフな中山の馬場ということもあって以前からサドラーズベルズ系の活躍が目立ちます、まあ、加えて近年ではバイスリジェント系フレンチリピといロ黒船の,あのラインですけれども そこの活躍も目立っていてやはり持続力が生きるタイプ長く足をいい足を使っていけるタイプそしてなおかつタフな馬場にも対応できる馬こういった決闘特徴を持つ馬をできれば選んでいきたいですでは今年の見どころ、まあ、ちょっとね想定段階でかなり、えー、登録があるのでんとも言えないですけど、まあ、フルゲートは間違いないなと思いますで何より後輩との可能性があるレース ここ2年こそ比較的平穏、平穏といってもね、3連単はもちろん万馬券なんですけど、過去10年で実は7頭も2桁人気の馬が3着以内に来ています。ということは、まあ、十分ホームランを大振り狙っていてもいいレースだと傾向的には言えます。まあ、先週、金牌とかで、ね、ちょっとあまり取れなかったという方は、少し遅れたお年玉狙いということで、万馬券狙い。え こう一気にちょっと思い切って買ってみるのもありかなと思います。そして関東馬の連勝は続くのかさっき話した通り関東馬が優勢で実は過去10年は全て優勝は関東馬珍しく関西馬不思議のレースですけどもこの傾向続くか見ものですねまあこういうことを書くとなんか今年あたりそろそろ関西馬来るかななんて思ったりもしますけれども そののあたり傾向と照らし合わせつつちょっと注意していきたいところです最後に馬券のポイントまとめまず7番人気以下も連帯の可能性大えー、まあ僕の動画では基本的に生まれんは1から6番人気とか1から5番人気以内の組み合わせが多いですよって話してるんですけどこのレースに関しては過去10年中8年で7番人気以下が1頭は連帯しています さっき話した通り二桁人気もバンバン連帯しているのでこのフェアリーステークスに関してはもう連帯権から超人気ですにも警戒が必要ですねそして7八枠も特段不利ではないこれもさっき話した通りですねえー、今までの定説では中山芝 1600m 圧倒的外枠位という話、えー、もう皆さんこれは周知の事実だと思うんですけども 最近近年の傾向では外枠はそこまで不意ではないでこのレースに関してもその傾向があって78枠からも十分馬券圏,圏内出ているのでさほど気にしなくていいかなとむしろ5枠6枠の数値が低いことに注意した方がいいんじゃないかなと個人的には思ってますそして前走1着馬に注目、まあ、これも先ほどの通りクラス関係なく前走を勝ってきた馬ここに関しては注意したいところです そして最後新馬未勝利組もチャンスあり、まあ、未勝利組に関しては過去10年中8年で、まあ、3地区までに必ず1頭は来ているという点、まあ、そこを踏まえても、えー、あんまり格ですねまあ通常普通のレースで考えれば今回 G3 ですので、まあ、前走、ね、500万下走ってたりとか重賞とか走ってる間がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあんまりそこを気にせずに、えー、強,強いと。 きそううだと思うまであれば、まあ、気にしなくていいよと言えそうです。ということで今回はフェアリーステークスの傾向と対策、データを見てきました。まあ、ちょっとこのデータを見る限り僕はワクワクして穴狙い思い切ってやっちゃおうかななんて思うんですけどそれ以上に軸の方が難しそうなのでここに関してちょっとじっくり考えていきたいと思います。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた。